小泉さんの平和と安定、そして復興のために支援を継続していかねばなりません。他方、今回の事件は比較的治安が安定していると言われている地域での事件であり、残念ながらアフガニスタンの治安状況はますます予断を許さない状況となってきています。もちろん我々はテロに屈するわけにはいきませんが、援助を行う方々の安全確保が何よりも大切であるということは当然でございます。